激録、退去費用460万円請求された男。お願いいたします。いやショックでしたね。不動産屋さんに聞いて、ペット可な物件を、探したんです。で、お金もそんなないんで、予算もなくて、でペット可な物件を家賃10万円ほどで借りたんですね。でそしたら、最初は良かったんですけれども、1年半ぐらいした時に天井から水漏れがしてきたんです。天井からけたたましい量の水が流れ込み、大家さんが立ち入ることに。で大家さんが入ってきた時に、その時に、ペットの申請は1匹だったんですけれども、ここは僕が落ち度があったんですが、その1頭増えちゃってたんですね。でそれを申請しないといけないのを僕は知らずに、そのまま何も考えずに大家さんを入れた時に、ペット1匹増えてるじゃないですか、聞いてないですよって言われたんです。それぐらいだったんですよ、注意を受けたのは。ではすいませんって言って、ちょっと退去の時にちょっとだけこの料金が増えちゃうかもしれませんけどねって言われて、わかりました、すいませんっていうことで終わってたんです。しかし退去届を出した途端に大家の態度は急変し、恫喝されたという。突然電話がかかってきて、で電話に出たんですよ。そしたら、もしもし、今あんたん家にね、来てね、チャイム鳴らしたんだけどね、犬飼ってんの？って言われたから、いや飼ってますけどって言ったら、聞いてないんだけど、何なのよ、聞いてないんだけど、これ違反だよ、違反だよ。いや、もちろん申請もしていましたし、水漏れの時に見られていたんで、見てるじゃないですかって聞いても、いや見てないよ、聞いてないよの一点張りなんですよね。あまりの態度に驚いた被害者男性は慌てて管理会社に電話をした。しかしそこで待ち受けていたものは想像とは違ったものだった。そして管理会社に慌てて電話をしたんですね。でもしもし、どこどこのマンションの何丸何号室のものですけれども、大家さんがペットを飼っていることを知らないって言うんですよ。でも申請出してますよねって言ったら、いや一体言わないになるんでね、はい、いや一体言わないになるんで、なんかおかしいなと思ったんで、いやだからペット一体言わないになるんで、聞いてくれます、いやどんだけ聞いても一体言わないになるんで、一点張りで話を聞いてくれすらしないんですよね。そして請求書に記載された金額は、なんと日本退去費用最高額となる460万円。まさかと思いましたね。だって築40年のオートロックもない、ただのボロマンションですよ。でちょっとね、他の不動産屋さんとか弁護士とかいろんな方に聞いた時に、タワーマンションぐらいじゃないと、高級タワーマンションじゃないとありえない金額ですって言われたんです。その後裁判へとなった被害男性だが、裁判所も決して正義ではなかったという。いや本当最悪でしたね。もともと嘘の証拠写真を提出したんですよ、その大家がね。それが工事に入って壁紙を剥がしたり床を剥がした後にこの状況でしたっていうずさんな写真を証拠としたんですよ。いやいやいや、こんな話が通るわけないと思ったんですが、意外にも裁判官がそっちを信じてしまったんですね、最初。なので支払い義務ありみたいなことを言われて、いやちょっと待てよと、でいろいろ証拠を集めて弁護士を雇って戦ったんですけど、どん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 嘘の証言してくるんですよ。裁判の証拠として、被害者男性は数年前に結婚し子供もいて、このマンションにはペットだけを放置していた、そういったような嘘の証言まで提出をしている。いやもちろんそんなこと一切ないんですよ。もうずっとその家には帰ってたし、むしろ大家さんがそのマンションに住んでるんで、もうほぼ毎朝は大げさかもしれないけれども、数日に1回は会って、おはようございますって挨拶をしていたんですよね。
なんでそんなことになるのかなっていうふうに思ったんですよ。退去の日も床がベタベタするとか、まあ、マジックリンで掃除して知っている途中に入ってきたんでそれはするんですけれども、突如来てベタベタするとか、あれが匂いがすごいなとか、なんか難癖がすごかったんですよね。裁判の結果、和解金数百万円を納めることになり、納得できず一緒に戦いましょうと言っていた弁護士に再申請の依頼をお願いしたら、いやこれ以上やっても無駄ですよ、お金下がることないしむしろ上がりますよと言われ、裏切られる結果に。もう本当最悪でしたよ、だからトータル和解金と、まあ、弁護士費用とって含めて支払ったのは多分ねトータル340万ぐらい支払う羽目になって失いましたね。請求内容とかも見てみたら、まあ匂いを取るとかそういうことは分かるし、壁紙をね張り替えるとかそういうのは分かるし、謎なのがキッチンをシステムキッチンに変更されていたりとか、いいトイレに変えられたりクーラーを変えられていたりとか、なんか納得できない工事費用まで請求されてるんですよね。で数年後気になったからその部屋をですねインターネットで調べて見てみたら、僕が住んでいた部屋だけが異常に綺麗になり、異常に高級感あふれる部屋に変わっていたんですよ。和室もなくなり、オールフローリングに変わり、だからもしそこに住んでいる方がもしこれを見ていたら、それ僕のおかげです、僕のお金で、僕のおかげです、僕のおかげで気持ちいい空間が手に入っておりますので、感謝してほしいなと思います。そう、俺の金だから。不可解な請求が続き、さらに不可解なことは他にもあった。いつも直していた場所に賃貸契約書がなく、数週間後もう一度見てみるとそこに賃貸契約書はあり、記載欄が明らかに変わってたという。それがペット禁止という項目に変わっていた。これはもしかすると留守中に立ち入られたのかもしれない。激録、退去費用460万円請求された男。皆様も今住まれている賃貸のマンション、アパート、本当に大丈夫でしょうか。いつも直しているところの契約書を今すぐ確認してみてください。その場所から消えていたら、もしかするとあなたも460万円請求される羽目になるかも。